はい、こんにちは。 UMM 農機具チャンネルです。トラクターじゃないんかいと思った方も多いとは思いますが、本日は番外編ということで、イタリアの高級車マセラティレバンテディーゼルグランスポーツの2021年モデルを紹介いたします。マセラティはエンジン音がかなり特徴的なこともあり、私自身も大好きな車です。ディーゼル車とは思えないようなエンジン音もするので大興奮間違いなしです。特徴や豆知識まで紹介していますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スペックを紹介していきます。今回紹介する車は2021年の現行モデル、マセラティレバンテディーゼルグランスポーツです。マセラティはディーゼル車の生産中止を発表しましたので、新品で購入することはもうできない超希少なモデルです。今回のオーナー様は日本でラスト1台ということだったので即決して購入したそうです。私個人的にはマセラティのデザインは本当に好きで、特に正面の顔が本当にかっこいいですよね。マセラティレバンテディーゼルにはラグジュアリーモデルのグランルッソとグランスポーツがあります。街乗りで使用するならスポーティータイプはかなりおすすめだと思います。エンジンは3リッター V6 ディーゼルターボです。ディーゼル車のサウンドはカラカラとした印象がありますが、マセラティのエンジンには特徴があり、まるで V8 エンジンを積んでいるような重厚感のあるサウンドです。後ほどエンジンについても詳しく説明します。また馬力は275馬力とそこまで大きくないですが、トルクが600ニュートンあります。トルクがディーゼル車の特徴ですよね。馬力は回転数を表し、トルクは軸の回転力を表します。どれだけ回転数が速くても軸自体を回転させようという力が低ければあまり意味がありません。馬力とトルクは表裏一体の関係で、どちらの性能も高い水準で保つことは技術的に難しいと言われています。それでもこのマセラティエンジンはフェラーリの F1 エンジンと同等のものが積まれているので、スペックはかなり高いです。また今回紹介する車にはオプションも付けられており、ホイールが20インチ仕様、シートはフルプレミアムレザーシート、そしてサンルーフが付いています。オプションだけでも結構な金額がしてしまいます。それでは早速外観を見ていきましょう。車体正面はやはりフロントグリルとロゴが特徴的で本当にかっこいいですね。タイヤはピレリの P0 の20インチホイールがオプションで付けられています。赤色のブレーキは高級車でもよく見かけるブレンボ製で、赤以外にもいろんな色に変更することが可能です。次にライトです。まあ目がかっこいいですよね。 LED ライトが付けられており、ウインカーは流行りの流れるタイプではないですが高級感がありますね。車高は運転モードによって調整することができます。当たり前ですがオフロードと通常モードだとかなりの差が感じられます。次にトランクルームです。 SUV だけあってかなり広いですね。内部のボタンを押すとロックや閉めることも可能です。次にエンジンルームを見ていきます。エンジンの開発はイタリアの名門エンジンメーカーである VM モトーリと元フェラーリの F1 チームディレクターで共同開発されたマセラティ唯一のディーゼルエンジンです。 VM モトーリとは重機や船舶のディーゼルエンジンを製造しているディーゼルエンジン専門会社で、初代のレンジローバーにも搭載されています。 V6 エンジンではありますが、V8 エンジンのようなのぶといサウンドが特徴的です。またトルクとは先ほども軽くお話ししましたが、軸を回転させる力です。自転車で例えるとペダルを踏み込む力の強さで、走り出しなどエンジン回転数が低い時は滑らかな走りができ、高速道路でアクセルを踏み込んでみると一気に加速することができるエンジンです。特徴的なエンジン音も少し聞いてみてください。次に内装を見ていきます。レバンテディーゼルの内装はもちろん最高級です。今回搭載されているシートはオプションのフルプレミアムレザーです。カッシーナやフェラーリ、国際劇場などでも利用されているイタリアの高級家具メーカーのポルトローナフラウ製のシートが使用されています。ポルトローナフラウとは2018年に大塚家具が南は青山にフラッグシップ店舗をオープンさせたことでも有名です。運転モードは
オフロード、ICE 路面凍結用ですね。スポーツモード、そして通常モードの4つに変更することができます。シフトレバーの表示がデジタルになっていて、これもまたかっこいいポイントですね。速度メーターはデジタルではなく針ですね。視認性を保つため針を採用している車も多いです。操縦席周りにもレザーがしっかりと貼られております。そしてマセラティの特徴でもある時計がここにあります。次に後部座席を見ていきます。座り心地は最高です。収納スペースもこのようになっています。サンルーフもついていることもあり、かなり広々とした印象です。それでは助手席に乗せていただき、レバンテディーゼルを体感したいと思います。高級車ではありますが、ディーゼル車などで燃費がかなり高いモデルです。オーナー様に聞いてみると、高速だとリッター16キロぐらいまで行く時もあるそうで、めちゃめちゃ驚きました。高級車は燃費が悪く、走るたびに窓から500円玉をどんどん投げ捨てていくようなイメージがありましたが、マセラティのレバンテディーゼルは全く違いますね。走り出しの滑らかさと加速の力強さは助手席からでも伝わってきます。車内は高級感があり、広々とした空間でありながら、走りはさながらスポーツカーに近い感覚。デザインも本当にかっこよくて、火のつけようがないのが私の個人的な感想です。これはいつかお金を貯めて乗ってみたい車です。今回はトラクターではなく車の紹介ではありましたが、年末年始に向けて最高のトラクター情報をご用意しています。そちらもぜひお楽しみにしていてください。この動画が好評であれば、今後もちょこちょこ珍しい車などトラクター以外にも進出していきたいなと考えています。全国でモーターショーなども開催されているので、見てみたいという商品などありましたら、ぜひぜひコメント欄より教えてください。チャンネル登録といいねボタンも押していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。